これにより、どちらも、クソデカ範囲、効果時間8カウント台と、四季5ブロックプラス4の号令化したかなり似た性能の計略になって、四季が 0.5 から 6C 単位分撤退のデメリットがない程度の性能差。それでも、使用率や計略への認証や運命の差があって、スターターだから、2頭は人気カードだったからといった、イメージで損をしとるように感じたから、君は、割と使えるよってのを動画にしたの。ただ、英傑の動画は、こっちを、普段ほぼ慣れてへんから、今回も、試合内容に関しての説明、解説は無視でいくよ。そういう内容の濃いのは、三国志の王の動画でやっていく感じかな。三国志の方は、あと少し頑張れば、象徴の可能性があるラインが見えてきたし、バランスの良さやカード総数もあって、今のモチベーションはそっちかな。そういえば気になっとったんやけど、四季流派のある英傑では、栄光系の計略とか出るんかな。出すならどうするんやろ。見切った。流派発動。一の方。敵はいないだろうか。一撃と俺を頼る。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。これが現実だ。受け入れろ。見切った。決める。決める。出過ぎたか。突撃。決める。流派発動。三の方。正しいものが破れる。全機解放。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ。私は突撃。突撃。決める。皆さん敵はいないだろうか。結局俺を頼るんだろう。諦めてなるものか。出て大丈夫か。行くぞ。ダコがうじゃうじゃ固まりやがってよ。これが現実だ。受け入れろ。流派発動。二の方。突撃。決める。この辺りの英傑特有の乱戦抜け感覚とか、こんな難しいわ。正しいものが破れるか。くそ。見切った。くじったか。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。決める。メガ。やってしまった。
見切った。出過ぎたか。敵に背は見せん。明日へ希望をつなぐ。一気に寝る。だね。決める。決める。決める。我を退けるか。見切った。これが現実だ。受け入れろ。うじゃうじゃ固まりやがってよ。決める。流派発動。身の肩進め。狼たちよ。喧嘩で勝てると思った。くそ、この雑魚に。正しいものが破れ。明日へ希望をつなぐ。しくじったか。こんな感じで正式の号令が少ないから、これで私十分輝けるカードだと思っとるよ。いや、そんな
発動。一の型流派発動。二の型毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。行くぞ。これが現実だ。受け入れろ。行け。切る。行け。出過ぎたか。見切った。敵に背は見せん。行く。撃つよ。正しいものが破れる。見切った。行け。撃つよ。行け。敵はいないだろうな。この剣と共に諦めてなるものか。見切った。これが現実だ。受け入れろ。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。進め狼たちよ。流派発動。三の型雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。決める。決める。撃つよ。違うんだ。決める。出過ぎたか。行くぞ。敵に背は見せん。行くぞ。決める。正しいものが破れる。自然機解放。激光の呪文に共に自然機解放。諦めてなるものか。行け。進め狼たちよ。流派発動。一の型これが現実だ。受け入れろ。切る。我を退けるか。無理。行け。くそ。行け。この雑魚に。正しいものが破れる。進め狼たちよ。
日へ希望をつなぐ。行く、決める、決める。ご視聴ありがとうございました。